間に合わなかった、髪の長さね。そう、こんばんはです、ヤッホー。こっち側はまあ乾いてきたんですよ。そう、でも下の方は全然乾いてないんだけど、まあ表面だけ乾いてればいいかなって思ったんだけど、めっちゃ濡れてたまだ。うん、こんばんちゅんです。あ、風邪ひくよね。ね、ちょっとめんどくさくなっちゃった。でもね、これ5分ぐらいでこんな感じだから、いや5分もかかってない、2、3分でこれだから、意外と乾かすの時間かかんない気がする。自然乾燥になっちゃってる。色気あって良い髪ですか、ありがとう。乾かしながらめっちゃあれでうるさくなるよ、ミュートにしちゃうしかない、ボーって。こんばんは、可愛い子発見ありがとう。やっほー、前髪も伸びたみたい、はるちゃん。可愛くて美人で最高、ありがとう。やっほーみんな、こんばんは。30分くらい、何が、あ、乾かすの？そんなにかかんないんじゃないですか。はるちゃん、髪の量意外と少ないんですよ。うん、だから、15分くらいじゃないですかね。蒸発しない水分ですね。ヤッホー、可愛くて美人で最高、ありがとう。ヤッホー、確かにイヤホンの方ご注意をってなる。可愛くて美人で最高、ありがとうね。ちょっとなんかもうさ、かゆいかゆい。あ、今日こそはコーラだよ。なんで分かった？そう、コーラね、もうなんか飲まないといけないかなって思ってコーラ飲み始めた。昨日オレンジジュース終わっちゃったので、今日コーラ開けた。でね、開ける時にあれなんですよ、倒しちゃって、コーラのペットボトルを倒しちゃって、それで開けたらプシューってなんか上まで来ちゃって、また閉めたんだけど危なかった、漏れるところだった。ウザビートありがとう、チラありがとう。量少なめにねしてないんですよ、全然。なんかもともと地毛が少なめ、毛量が少ないかもしれん。こんばんはです、可愛い子発見ありがとう。うさびってありがとう。朝配信やめちゃってな、は、あ、朝配信見たかったんですか。朝配信ですね、まだね、最近ちょっとリハが忙しくてですね、ちょっと控えめになってます。コンサートとかいろんなリハがあってね、いつかやりたいですね、朝配信。ちょっと夜多めになっちゃってるね。そういえばね、朝配信で思い出したんだけど、あ、この袖ね、そうだよ、親指入れる用だよこれ、ガチそれ。そう、可愛い子発見ありがとう。炭酸抜けちゃうね、危なかった、セーフだったんだよ。メントスはないよ家に、振ってない、振ってないんだよね。
そう、聞いてよ、聞いて。なんか、ハルチューね、なんかスタッフさんに、そう、聞いた話なんですけど、スタッフさんに聞いたんだけど、ハルチューなんか朝配信かな、か、なんだっけな、なんか配信で、なんかファンが増えたらしくて、朝配信だっけ、なんかのイベントかな、なんかで、そう、なんか STU さんだっけな、なんか NGT じゃないファンの方が増えたらしい、なんかショールーム会社さんから聞いたらしいですよ。そう、それをつい最近聞いて、そう、そんなデータがなんか来たらしくて、分かんないけど、そう、教えてもらったんだよね。そう、嬉しいね、配信で私のことを知ってくださった方が多いらしくて、なんか、なんだろうね、なんかそれは忘れちゃったので、また思い出してみるって言われたんだけど、なんだっけな、イベント、なんか、そう、なんか増えたらしい。そう、びっくり。ね、こんばんちゅん。やっほー。なんかに出た時だって、ゲーム部さんかね、なんかわかんないんだよね、なんだっけなって。 あ、サマコンの時ね、朝配信多かったのは、普通にリハが10時11時とかになんか居残りしてて、普通に10時11時ぐらいまでレッスン場にいたから、普通にサマコンは、ね、夜できないってなって、12時ぐらいまでいた時もあったし、そう、だから朝しかできないってなって、でもそうですね、最近はなんか朝の方が、朝ではないかね、そう、始まりの方がちょっと早いかなみたいな感じだから、夜はそう配信みたいな、最近はね。私量多くて、病院で軽くしてていつも言ってるって。あ、そうなんだ。でもはるちゃんもね、病院行ったら軽くしてもらうんだよね、もっとね。そう、ペットボトル倒し配信ですか？え、楽しいですかそれ。 おもろい、可愛くて美人で最高、ありがとう。こんばんは、ヤッホー、来てくれてありがとう。おつおつ、みんな今日何してたの、日曜日満喫してた？お仕事の方いるのかな。かわいこ発見ありがとう。チューもお疲れ様って、ありがとうございます。お疲れ。こんばんは。え、ちょっと髪乾かさなかったら。めっちゃ朝ついてきたかも。お疲れ様です。やっほー、こんばんは。泣けた？ 本当。泣かないでいいのに。可愛く発見ありがとう。ちゅ姫の配信楽しいですか？え、ありがとう。嬉しい。うさびてありがとう。こんばんは。確かに、最近ね、後輩たちとの、と配信がかぶってるかも。
仕事でしたの？お疲れ様です。お仕事ぶざびってありがとう。ペットボトル潰す配信ですか、日野さんの。あれね、はるちゃんね見てたんですよね。意外とそう見てました。意外とっていうか見てて、はるちゃんもね、あのペットボトルを捨てるときに潰すんですよ。あの潰してそうなんか捨てるんですけど、だからなんか私もなんかね、めんどくさくなっちゃって貯めといてまとめてね潰すんですけど、はるちゃんも配信でやったらあれなのかな、あの潰すの楽しくなるのかなってあ、髪切ってきたの今日。やっぱりはるちゃんも髪切った方がいいかな。何言ってんねんって思われそうだけど。仕事お疲れ。美容室行ったの？え、美容室？え、今日髪切った方多いね。美容室行ったり劇場にプレゼントとお手紙届けたりしたの？ありがとうございます。お仕事お疲れ様。ドブさらいですか？なんだそれ。あ、仕事から帰ってきたの？お疲れ。夜公園行ってきたの？仕事お疲れ。昨日も今日も明日も仕事ね。一緒に頑張ろうか。風に吹かれてたの？寺泊まりね、車の仲間と強風の中遊んでたって。確かにね、今日風がね強かったですよね。推しが一生懸命頑張ってる姿なんて泣けるに決まってるってありがとう。こんばんは。あ、そうだよね。 AKB のライブ見てたら海外に3人移籍になったでござるって。あの KLP ですよね、はるちゃんね。あのマレーシアですよね、マレーシア。そう、はるちゃんの推しなんですよ。そう、びっくりしました。えって、私も驚いた。それはせ気味なんで家でぼーっとしてたっちゅうなの。あ、大丈夫、お大事に。こんばんは。新潟市の捨て方そうなってるんですか？そうなんですか？ペットボトル潰さないといけないの？ん、知らなかった。こんばんは。かわいこ発見ありがとう。かわいくて美人で最高ありがとう。やっほ、今夜も可愛いってありがとう。赤ちゃんに早く届きますようにってありがとうね。待ってます。髪で手を切ったの？大丈夫かにゃ、それは大丈夫かにゃ。お布団から出れないという話題はまだ終わっやってないよ、そんな話題。こんばんは、かわいこ発見ありがとう。クアラルンプールっていう意味なの？あ、そうなんですか。はるちゃん、その記事を見て、あれですね、普通にあれしてました。あの調べてたんですよ前から、一期生ができるっていうね、緑色のロゴね。マレーシアってどこだろうって調べた記憶もある。こんばんは、ね、あ、ぎょうてんさん、花粉なのか風邪ひきなのかよくわからない。確かにそういう
そうだよね。はるちゃんがオファー来たらですか？想像できないですね。めっちゃ黙っちゃった。はるちゃん海外行ったことないからな、想像できないね。行けるのかね。まずはるちゃん英語も、いや真剣に考えてた。でもさ、オファーされたらさ普通に、どうなんですかね。うん、でも一期生ですよね。めっちゃなんかね、はるちゃん行っちゃうかもしれないね。大変そうだけどなんかいい経験になりそう。めっちゃ真剣に考えたね。こんばんは、ベザビートありがとう。今日も可愛くて美人で最高、ありがとうね。こんばんはですね。JKT、 ジャカルタですか、さんですか。まずオファー来るんですか。ね、来なそうだよ。今日の布団から出たのって昼寝から起きたってこと？って、いやそうじゃないよ。朝起きてて9時ぐらいに起きたんだよ。でも本当に暇だからね、もう一回寝たんですよ。もう何もやることなくて、それで昼ぐらいに、そう、家出てじゃない、布団から出てね、お掃除とかいろいろとしてたね、ダンスね復習したり。筋肉痛治ってきた。今夜春にゃんじゃないよ全然。ヤッホー、来てくれてありがとう。こんばんは。南川家の大移動でなきゃ無理だろうって。南川家みんなで大移動するの？千葉から動かなそうだけどね。そうですよね、中川遥香さんね、そうですよね。サクセスストーリー、はるちゃんね、そう幼稚園の頃ね、あの中川遥香さんも好きだったんですよ。そう、最初名前から惹かれたんですよ。名前から惹かれたんですけどね、あの見ていくうちに惹かれてたんですよね。名前めっちゃ似てない？幼稚園のとこ時に名前惹かれたってすごいよね。大人じゃない、ね、こんばんは、ね。パスポート作ってくれるの、ありがとう。 CBZ 千葉ズ48 千葉ね。そしたらはるちゃん行きますわ、千葉ズ48ね。ね、大変そうだよね一期生さんって。そうですよね、ね、一から作るって
難しそうね。自分たちの代で決まるじゃん、そういうのって、ね、それによって左右されるからさ、方向性とか、ね、すごいなって思う、ね、こんばんは、ヤッホー、来てくれてありがとう。桃鉄やればわかる確かにあれワールドね、泣かないで、泣いちゃう優しいな、なんかありがとうございます。はるちゃんお掃除しないと、一人暮らしなんで、そうなんかみんなあんまり信じてくれないけど一人暮らしなのでね、そうなんですよ。だからあのお掃除も頑張らないと部屋が汚くなっちゃうから、ね、掃除洗濯とか全部やってるんですよ。一人暮らしってすごいよね、なんか尊敬する。あれちゃん全部一人でできるわけじゃないから。可愛い子発見ありがとう。確かに食大変そう、その土地の食になれるって。可愛い子発見ありがとう。明日は今日よりももっと寒そうって、最高気温で6度なの新潟、え、やだな、やだよね。ハルゴンさん、ハルチュンとハルゴンさん、勉強するしかない。名字も似てるでしょ、ね、南川、中川、はるかはるか、そうなんですよ、そうなんですよ。あ、三期生推し、でも三期生推しかもしれない、あのチーム B さんそうですね。はるちゃん柏木由紀さんも好きなんですよ。そう、こんばんは、ポテトグループはるかさん、今も昔も多いイメージって、確かにはるかって多分一般の方も結構多いんじゃないでしょうか。でもはるちゃんね、あの実際友達にはるかっていないんですよね。うん、ね、あんまり出会ったことない、なんか人工的になんかはるか多そうだけどかっけえ、ありがとう、うざびたありがとう。リハ中に4期生から質問ですか、いや、なんか困ってそうだったらはるちゃんから話しかけるけど、質問はあんまりされたことないかもしれないね。ありがとう。はるちゃん大丈夫よ。うちの会社に南川さんいるの？いることが判明しました。職場は違うけどって、え、それはるちゃんの身内なのかな。南川、え、私の身内じゃない？わかんない、え、わかんないです、違うかな。可愛い子発見ありがとう。はるかね、インドネシアのスター大スターさん、ヤッホーです、こんばんは。ママちゃんいる時ね全部してくれるんですよね。だからママちゃんがいなくなると大変なんですよ本当に、ね、掃除とか洗濯とか全部してくれて、洗い物とか。はるちゃんは住んでるだけでなんか
わーってなるんだけど、なあちゅんが帰っちゃうとやっぱり全部自分でやることになるから難しいよねそう、最近本当に一人暮らしなんです。こんばんは。ね、はるちゃん自炊ねできますよ、簡単な料理なら。うん、デリバリーねしたいなって思うけどさ、しすぎちゃうとやっぱりお金がね大変になっちゃうから、うん、やんないね。そんなに本当に疲れた時とかにしか頼らないかも。3月の新潟は気まぐれだから、確かに天気めっちゃ変わる。チームBさんいいよね。こんばんは。パルルさんもね、はるかですよね。一人暮らしだったチュンカって、そうです、そう。DD じゃないよ、そんなに。そんな DD じゃない。うん。ねえ、そうですよね。初期のチーム B さんが集合してね、エンジンからの初日爆沸きだよ絶対ね。家にいたハルチュも爆沸きしてたんだけどパルルさんも同じハルカだよねって、あれそうだ、あそう、あそうなんですけど、パルルさん好きなんですか、あれ知らなかった。あ、島田はるかさんをなぜか思い出すって、あ、本当ですか、同じはるかさん。あ、こう考えるとはるかさんめっちゃ多いね。あ、ふわちゃんもはるかさんですよね。そうだよね、ふわはるかさん、こんばんは。はるちゃんは塩対応できます。はるちゃんいつでも塩対応初恋の相手はるみちゃんだった。いや私じゃないんかい、ね、はるかちゃんって言われるのかと思ったらはるみさんか。困ってることに気づいて話してくれる。はるちゅん先輩素敵って、ありがとう。あ、そうなんだ、ヤッホー来てくれてありがとう。バックハグしてあげないとですか。バックハグしてくれる人がいるんだよ、もうはるちゅんにはね、あの大竹こまちゃんっていう子が、ね、バックハグしてくれるから、はるちゅんはしなくて大丈夫そう。こんばんは、やっほー。フランボワーズさん行ってきたの、いいな。ね、今までよくバレなかったねって、そうですね、あのママ、あの家族みんな仕事とか、ママはね、ママはお仕事とかね、配信中言ってたら本当にバレなかったね。ママいないので、ママは仕事にいますって、仕事してるって言ったらバレなかったんだよ。月に何日なのかな、え、わかんない、1週間ぐらいはいてくれるかも。その時の状況ですね。名字同じならどこかでつながってる可能性だって言ってたよね。そうだよね。こんばんは。クロスさんもね、そうですよね、あの TikTok で大学生の一日とか投稿をよくされてたはるかさん、ポーズかけちゃうんですか作りに来てほしいな、みんな、ね、ご飯作ってほしい。はるぴさんを、あ、そうなんですか、 HKT の招待をやだね、そう、塩対応です、はるちゃん
こんばんはです。こんばんはですよ、みんな来てくれてありがとね。そうなんですか、ヘンテコリーズ多いの。こんばんは。ゆはちゃんに聞いたらまだこまちゃんにはハグしてもらったことないの。あ、ほんと。え、じゃあはるちゃんすごいじゃん。はるちゃん 3,4 回してくれてるよ、こまちゃんね。こまちゃんから来てくれる。あーすごい、ね、ありがとうございます。わ、困っちゃおう、しょっちゃん、ね、困っちゃうね。僕ちゃん、はるかって名前が、あ、はるかって名前だからちゅ姫が好きってわけじゃないちゅよって。あ、ありがとう。こまちゃんね、いつもニコニコしててめっちゃかわいい。わかる、頭良さそうな予感。え、コマちゃん頭いいんですか、ね、4期生の学力は分かんないね、まだどんな感じなんだろうね。頭いいのかな、ね、なんかゆわゆわが頭いいっていう話を噂で聞いたんだよね。なんか4期の子が言ってた。コマ、ね、ちゃんと大滝先輩の意外な関係ね、びっくり。アレちゃんも一時期そばにいてくれたよねって。あ、確かにアレちゃんは一時期、あれはお盆休みとかなんか有給とかをまとめて使ってくれて新潟にいてくれたんですよ、ね、休みが結構、そう、休みなんか有給使って来てくれる。そう、優しくない？そうなんですよ。そう、それで姉ちゃん来てくれたりしてた。そう、だから家族が、うん、そう、優しい、みんな来てくれるから全然ね、寂しい、一人で寂しいけど寂しくない、うん。むさびとありがとう、塩太陽です。ね、塩対応でもね、こんな塩対応って言ってるけど、うん、ね、こんな塩対応って言ってるけどさ、まあぶっちゃけ実際は塩対応じゃなくない？ね、はっちゅ塩対応って自分で言ってるだけなんだけど、まあぶっちゃけ塩対応できないんだよね。なんかかわいそうに見えてくる。やばい。はるちゃん塩対応されるとさ悲しむタイプだからさ、そうだからね、自分が悲しんじゃうことを人にやりたくないのよ。ということで、そう、塩対応できません。ごめん、塩対応上等だって言われてるけど、ごめん、できない。ね、チュ姫妹にしたいメンバーですか？え、こまちゃんじゃない？え、だってこんなにね抱きついてくれる妹いたら本当に嬉しい、ね、今のところなんかこまちゃんかな、うん、
あと意外とさ、なんかしっかりめの子がなんか大人っぽい子が多くてさ、なんか妹っていう感じじゃないんだよねみんな。なんか同級生に見えるね。4期生なんかしっかりした子が多くて、そう、可愛くて美人で最高、ありがとう。こまちゃんがはるちゃん可愛いんだってって言ってたんだって、目がうるうるしてて、え、ありがとうございます。そう、こまちゃん、そう、こまちゃんとね、約束したことがあってね、あのお互いの配信でお互いの話をしようって。初期の頃から話してるんだよね。そう、だからはるちゃんはこまちゃんの話をたくさんしてあげるんですよ。そしたらこまちゃんも配信で話してくださったみたいでありがとうございますってよく言われるから、いやーって思ってめっちゃ話しちゃう。ね、はるちゃんがハグするメンバーですか？は、花江はね、ハグというか、花江はいじったりいじられたり、そういう関係ですかね。ね、なっちゃん、なっちゃん、もっちゃんとかじゃないですか？それ見たかもしれん。中学生なのに難しい言葉使うの、私頭いいじゃん、ね、そう、有形まとめてくれんの。優しいでしょ、はるちゃんのお姉ちゃん、ね、いい子、いい子。ペンペン登場させてくれたりしてたね、姉ちゃん。そうなんですよ、よくご存知で。あ、そう、姉ちゃん髪洗ってくれるんですよね、そう、よく知ってるね。3期と4期で学力対決ですか？はるちゃんめっちゃ負けそうな気がするんだけど、大丈夫そう？それ大丈夫なのかね。まあでもいつかやってみたいけども、うざみてありがとう、マジ面白いってありがとうございます。コンサートグッズ少しだけど買ったっちゅんってありがとうね、可愛い子発見ありがとう。ヤッホーね、司会ちゃんあんまおかしいぐらい、あ、まあまあお願いしますって、あ、わかりました。難しいなそれ、フルちゃんそんなあまあまできる？みんなしっかりしてる4期生。そう、関西の2人ですか？あ、ももちゃんとはよく連絡する仲、ね、ももちゃんとはお話しする仲ですかね。ね、はるなちゃんとも話すね。はるちゃんの最初に気に入った、あの最初にチュンさんって呼んでくれた女の子なんで気に入ってます。困っちゃうチュン。
大人気だじゃん。多分そう、大人気だと思う。よく先輩とお話ししてるから。カップルかよって年の差カップルになっちゃう。それ中3でしょ、レリカと同い年でしょ。はるちゃん捕まっちゃうんじゃない？大丈夫？はるちゃん19歳だけどまだ大丈夫かなね、困っちゃう。伝書バト役やってるの。え、ありがとうね。あ、そう、20日からね、そう、4期生のチャットが開始するんでね。はるちゃんも登録したいな。そう、お互いの話題出すって遠距離カップルじゃねえかありがとう、なんか嬉しいね。20分、あ、20分縛り解除されたらね、確かにコマちゃんとコラボ配信したいかも。コマちゃんね、コマちゃん歌うまくない？はるちゃんカラオケ配信よく見てんだけどさ、え、うまいなって、すごい思った。可愛い子発見ありがとう。はるちゃんのグラビアに行きたい。いや、ありがとう。はるちゃん水着はちょっと難しいけどね。あのさ、制服とかのさ、グラビアあれ良くないね。制服とかあれ可愛いよね。はるちゃんああいうの好き、見るの。こんばんは。有給自分は刻んでしまう。遠征帰りの月曜日ばかり撮ってるって。あ、そうなんだ。可愛い子一件ありがとう。サンキーやリリカ様がキーパーなんですか？あ、そうなんですか。リリカ様、リリカ様も歌うお上手ですよねなんかね、すごくお上手で尊敬しますわ。あ、形を見て都道府県を当てようクイズを仕込んでおけば OK って。あ、そしたらはるちゃん勝てますね、全部それがいい。全部それだったらもうはるちゃん強いよ、マジで。マジで強いから。コンサートグッズをまだポチってなかったよって、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。イエーデンで招待状がたまったからチュンをゲットしましたって。あ、ありがとうございます。なんか私が嬉しい。3期生と4期生の対決ですか？でもね、3期生ね、え、何の対決かによるね。なんだろうね、3期生なんか負けそうな予感がするんだけど。チュンさんってヤフルとメガネのイケメンが出てくるはずって。え、なんで？チュンさん、チュンさんって誰ですか？メガネのイケメンさんですか？この方かな。え、なんか、え、この方なんか可愛い女の子も出てくるよ。え、なんかチュンさんいっぱい出てくるわ。こんばんは、ヤッホー。相手が中学生の時点でアウトだった
やだ、アートにしないで私のこと。私はまだいける。コマちゃん歌うまいよ。そうだ、こんばんは。制服とかなら見たいって、ありがとう。はるちゃんの歌ね、もうすぐ歌うね。もうなんか治ってきた、意外と咳が、ね、たまに出るんだけど。こんばんは。ねえ、リリカさんももうすぐ JK だよね。やばいよね JK ね。出会ったの13歳なんですよ、リリカ。みんなね、13歳なんだよ、私とリリカが出会ったのって。ねえ、やばない？ね、私も17歳だったんだけど。こんばんは。ねえ、23日楽しみに待ってます。はるかちゃんの声であなたの代わりはいないが聞きたいって。あ、本当ですか。引っ掛け問題、新潟市の地上10センチのってあれ、なんか聞いたことある。やっほー、かわいい子発見ありがとう。フリースロー対決だったらはるちゃんだ、勝っちゃうよ。わかんない。バスケ部いますか、4期生に。元ね、もともとバスケ部いた。待って、待って、な、4期生、バスケ部いたのかね。ね、はるちゃんフリースローってめっちゃ得意だよ、マジで。冬染まってんですか、チュンさんと友人。あ、韓国のドラマなのね。都道府県シルエットクイズしたらまたあのカエルが、あ、チュンカエル出てくる。あれ、なっちゃんが作ったね。確かに。姉ちゃん、ママちゃんとカラオケ行くこと、めっちゃあります。逆にママちゃんと姉ちゃんとしかあんまり行かない。あとメンバーも行くけどみたいな感じだけど、ね、こんばんは。はるちゃんオーディションの時ね、高校生だったんですよ。そう、高3、いや高3の始業式前かな。そう、リリカ様呼び捨てしたり、普段はリリ、最近リリーになってきた。なんかそう、リリカとかリリーって言う。はるかちゃんだけスリーポイントの班で、あ、それか、あ、まあ頑張ろう。確かにつぐみさんもそうです。ちゅひめ歌うまくなってる。え、ありがとう。こんばんは。ハンデつけられそう、ハンデつけられてのフリースロー、ちょっときびいな。バスケットボール顔面に当ててから嫌いになったの。ね、大丈夫だよ。まあボールね、そうだよね、ボール顔に当たったら確かにそうなりそうね。はるちゃんもさ、ソフトボールやってて顔面に当たってちょっと怖くなったんだけど、大丈夫、慣れれば大丈夫、大丈夫よ。ね、しゆちゃんとカラオケは、あ、でもね、高校になってなんか行き始めた。でも3、4回ぐらいしか行ったことない。2、3回ぐらい、うん、
ね、どうするよね。でもハイチュウは、ね、これからも応援し続けるんですけど、ね、ね、だから一緒に応援しよう。ハイチュウも見に行くから、会場で会ったらよろしくこんばんはリリーって、あ、そう、お初なリリーでしょ。そう、リリンノのことをリリーって呼んでて、なんかそう、リリノがリリーって言ってて、それでなんかハルチの両方のことをリリーって言ってるんですよ。そう、リリノが自分のことをリリーって呼んでたんですよ。でハルチもその癖でなんか2人ともリリーって呼んじゃうことになっちゃってて、今の立ち位置リリが速攻でって、でリリが向こうどっちのリリだよってよく言われてたんだよね。そうね、はーちゃん両方リリって呼んじゃう、ね、ちょっと下がりたい。最終オーデンの映像いまだにテニーの YouTube に残ってるぞって、あ、ちょっと厳しいな、見ないでください。あ、見ても全然いいんですけど、ちょっといじらないでください、ハルチュのことは最終的には了解をリって言うみたいに、レイガ様のこともリって呼ぶのかなって、そんなことそんなことないかもしれない、リってやばいな。こんばんは、ボールは友達チュンよ、ね、バスケのパスで友達がめっちゃ本気で投げてきて突き指してから真剣にボールを見るようになったってそれはなんかありがたいありがたいじゃん。でもハルチュもね、そうですね、ハルチュもなんかそうボール、そうバスケのパスでなんかね、ボールがいきなりなんかそう投げられてそれに反応できなくて骨折したことあるんです。そう危ねえ危ねえってね、ドッジボール得意じゃない全然ね、ボールね取れない、ハイチュン怖いから、ボール好きじゃないんだ、バスケ部だけど、あの速いボールちょっと怖いんですよね、めっちゃね。ソフトボールとかさ、そういうのはいけたんだけど、なんかわかんないけどドッジボールだけはいけなかったんだよね、自分でね、なんでだろうね、何が違うのかわかんないけど無理だったな。俺もフリースロー意外とできる、あ、いいね、こんばんは、あ、リリ1、リリ2って、あ、長いな、なんかそれはもうありがたい限りだよって、ね、ありがとう、こちらこそ。リリって猫の名前みたいで、確かにリリとリリーで可愛い子発見ありがとう。はるちゃんを ララと呼んであげようって、リリララ強めのリリって、強めのリですか。3期生でやってみたい企画ですか、ラーメン部とか、え、3期生でやってみたいの、スポーツ大会じゃないですかね。拝見ありがとうな、みんな。バスケって歩数気にしちゃってドリブルできないのよねって、え、気にしなくていいんだよ全然、ボール持ってたら、え、なんだろう、ドリブルしてたら全然
ね、歩数気にしなくてももうへーって走っていいんだから月上の上ね、骨折ね、月上じゃなかったはるちゅん、骨折だった、なんかひび入ったってね、ひび入ったって言ってで固定されたんだけど、あの大会が近かったんであの固定外して大会出た、ね、ね、反抗期すぎたこんばんは、ウザビートありがとう。はるちゃんもノールックでパスとかしちゃうのって、いやしないね、ノールックでパスしたらね、ちょっとはるちゃんのね、そうですね、はるちゃんのチームはそんなにうまいチームじゃなかったんですよ多分ね、多分取れなくなっちゃうボールが、フリースローはできないので下から投げますってね、でも OK よそれ、こんばんはですね、体育館貸し切ってやりたいね、え待ってちゃっちゃれじゃん、そうじゃん、えやば、えもう10時なの、やばいね、やばい、なんだよそんな、バカバカ、バカバカ、はるちゃん、3期でトライアスロンしたらポキさん圧勝かって、え絶対そうでしょ、はるちゃん泳げないもんまずね、泳げる子いるのまずね、止まった時困るのよね、確かにピポットトラベリングね、まあ恐れちゃダメだよトラベリング、まあ、しちゃったらしちゃったでねそのまま走っちゃえ、うん、ね、そのまま走っちゃう、突っ走っちゃう、ね、バレ案外バレないかもしれない、ボール持ったまま走っても元バスケ部からの、ね、バスケ骨折れててもできるよ全然ね、全然できます、あのドリブルついたらね、さすがに手痛いんですけど、そう、あの4本指で頑張ってた、あのこっちの指、あのここ痛いんでボールもらう時とかほんとガチ痛かったんだよね、だから頑張ってた、こうやってガチガチ痛すぎたでも利き手じゃないからね全然ね、まあ案外いけたね、ヤッホー、俺ブザービート得意得意、嘘なんかい、
そう、ノールックだと受けてもビビっちゃう時があるからね。バスケは無駄に期待させるので嫌でしたって。あ、身長で。確かに時が経つのあっという間じゃね、本当に。あ、全然ありがとう、教えてくれて。可愛くて美人で最高、ありがとう。こんばんは。ね、お休みしていいの？ね、もう寝ちゃう？チュンバカじゃないですよ、全然。自転車こげますよ、はるちゃん。自転車でよくね、登下校してた。学校も自転車で行ってたしね。そのまま走るのはダメやろってえ、騙せなかった。あ、ルール知ってるの、みんな、バスケの。あ、ごめんね。ね、トラベリングとか知ってた人だった。たまに、たまにさ、ね、騙せちゃうんですよ。そのまま走っていけば大丈夫ってラグビー状態になる。みんなルール知ってる人だった。ごめんごめん、ちょっと騙しちゃったね。うん、最終点出てきてない。あれ、できてた。はるかこんばんはって、ヤッホー。今日ははるかかわいい、ありがとう、嬉しいですね。こんばんは、ヤッホーです。来てくれてありがとう。あ、おいしい。登下校してたの？うん、バスケ、あ、確かに学校で習うか。そうかね、体育でやるよね、バスケ。嬉しいですね。ね、体育の時間のバスケは無双してたな、よく。なんかはるちゃんのね、そう、はるちゃんのクラスにバスケ部が全然いなかったんですよ。そうなんですよ。それでなんかよくが、あの、一人で無双してた時代はありましたね怖がらせちゃった、ごめん。バスケットカウントはるかちゃんに出会って初めて知ったけど、あ、そうなの？確かに B リーグでバックパスよく見かけるよね。でもハルちゃんミニバスなんですけど、バックパスしてる方あんまりいなかったかも。ジョバス、マリネ、おいしい。こんばんは。チームファウルが5回になると次からファウルする前に相手にフリースローが与えられるって。うん、そういうのも知ってるの？ね、すごい。みんなバスケのルールすごいね、知ってんの。体力なさすぎて10メートルドリブルしたら倒れそうな予感って。あ、大丈夫かいそれこ
こんばんは。あ、もう10時5分。本当。フリースローは得点あると1本、得点ないと2本で。で、3の時は、3の時にファウルされたら3本打てるんですよ。小学生の時から高校までにルール何回か変わった気がするって。え、だよね、変わるよね結構ね。だからむずいよね、なんかいろいろとなんか難しくなってくる。あ、可愛い名前のね、そう、サシャなんです。めっちゃ美味しい。ジャンプしてジャンプしなくても届きそうって、そんな高くないですよ私。あ、ポートボールも苦手。アルミビビさんの試合見に行ってだいぶ詳しくなったよって。あ、そうなのね。なんか嬉しいですね。母校に顔出しに行くこと、え、もうないね。いや、はるちゃんね、母校、ないね、ない。バスケにっていうことでしょ。はるちゃんね、卒業して一回も行ってないよ。なんか迷惑かなって思って、なんかもう行かなくなって、もうていうか今行ったら多分誰ってなりそう。ね、スリーの時にファウルしない方が。サシャ。サシャです。確かに。え、でも意外とたまにない、スリーの時にファール。ない。チョコボール、金のエンゼル、ないですね。いやー、集まってこないよ全然。大丈夫。卒業証明を取りに行ったりすることあるかもねって。あるのか。え、これね、笹だと思うよね。笹笹だと思うよね。でもね、ここにね、サシャって書いてある。はるちゃんもさ、これ読み方知らなかったんだよね。ね、なんでシャなんですかね。ご丁寧に。エンジェルリングって何。ここ、ありがとう。小学校ね、なんか最近というかさ、小学校さ、結構なんか校庭とかもなんか広かったのになんか狭く感じるとかありますもんね。母校に行ったら大騒ぎになる。そんなことないよ。こんばんはね。はちゃん高校自転車通学だったよ。なんか意外と距離あったんだけどね、意外と距離あったんだけど
急いで自転車で漕いで、なんか普通に漕ぐとあれなんですよ、15分20分ぐらいかかるんですけど、はるちゃんはスピードを出して8分で頑張ってた。なんか新記録出すとめっちゃ喜ぶんですよ、高校とこね、そう早く行きたい人なんですよ。だからめっちゃ急いで、だから信号ない道を探して頑張ってた。急いで過去の話ですか。そう走れバイシクル、急げ来い全力でペダル漕ぐ。もうファールの基準が分かんないって。確かに、こんばんは。鬼漕ぎですね。立ち漕ぎをしてた。ずっと小学校は運動会のお昼グラウンドで、いや、なんかね、はるちゃんの学校グラウンドでというか、なんかもう教室で食べていいみたいな、ご家族と。そんなにご家族来なかったっていうわけじゃない、なんか体育館とか教室とかいろんなところで食べていいみたいな感じだった。だから外で、多分熱中症になっちゃうからかな、そういうわけかわかんないけどね。そう、外で食べてる人あんまりいなかった気がする。お疲れ様です、ありがとう、バイセコ。立ちこぎ系女子好きなの。ありがとう、ね、チェーン外れたりしてないね。いや、ジャージ投稿したことないかも。普通に制服だった、ミニスカなのかな。ね、ハンドルは普通のハンドル、え、なんかそんな変な角度じゃない。うん、普通になんかこういう普通の前のところは体育館でみんなで食べてたの。あ、そうなんだね。はるちゃんも体育館とか使えた。雨の日は歩きかカッパ着て自転車ね、歩いて学校行ったりもしてた。なんかもうゆっくり行きたい時、この日はもうゆっくり行きたいっていう時歩いてて、でやばい遅刻しそうってなった時はカッパ着て自転車ね。ふちんちゃんこんばんは、こんばんはです。カマキリハンドルじゃなかった、出会い後ろに車と衝突、年に1回あったの。大丈夫かい。カッパ着て自転車で急いじゃダメよって。え、急いでたね、急いでて、たまに漕ぐ、足のさ、漕ぐこうつるって足が、
る。読めるのはちょっと意外。え、乃木坂さんの歌だからだよ。歌に入ってれば英語読める、ね、最終手段車。あ、でもよく姉ちゃんに送ってもらってた車で。そう、そうですね、雨の日、雨じゃなくても車で送ってもらった時あるけど、そう、あれちゃんが送ってあげるって言ってね。で、雨の日の帰りはパパちゃんが車で迎えに来てくれた。行きは遅い時間が、そう、帰りはねパパちゃんですかね。うん。うん、最近メイクしてないからな。はるちゃんはこれ使ってる。ね、そこにあったから。メイク道具ってどこにあったんだろう。あったあった。ね、涙袋はセザンヌの各二重アイライナーで、まずね、あ、お風呂入っちゃったんだよな。でもアイライン塗ってるからいいか、後で落とす。なんかここら辺塗るんですよ。ここね、なんかここら辺を黒目から、黒目の、ね、黒目動かないでめっちゃね、黒目の始まりあたり、ここら辺からここら辺からこう塗るんですね。なんか真ん中あたりから、そう、黒目こうやってね塗って。あ、スザンヌさんじゃない、セザンヌです。こうやって塗って、これだけで結構いい感じの影ね。こうやってこれはね、20のグレージュです。そう、ね、黒目自分で動かして。あとこれもおすすめ、これキャンメイクのプランプクコーデアイズ、はるちゃんは01番使ってるね。これをラメはね、あんまり使いたくないんだけど、お風呂上がりだから。そう、これを使ってる。ここで影描いて、ここでなんかラメをここ真ん中に乗せたらプクって浮き出てくるね、黒目みんな突っ込まないで、そんなにあるじゃない、黒目ね全然みんな使ってみてください。そう、涙袋が見えるようになるの見えるようになるというか、まあ出てくる。そう、キャンメイク、これおすすめ、今度使ってみますって。あ、ぜひ、これ安いんでね。そう、セザンヌとキャンメイクは安いんで、結構練習とかにもね、そう、比較的安めのコスメなんで。エクセルとかねって待ってすげえ、なんで知ってんのエクセル。
ね、よく知ってるね。ね、はるちゃんもエクセル使ってる。見てこれ。裏がもうはげちゃってるね。ためそう試しに使うのあり。安めのコスメね。あとね、キャンメイクのコスメってこうやってね、あの使い方をね書いてくれてるんですよ。だからもう本当におすすめですね。あの見習いさんもはるちゃんもこれ見ながらメイクしてるからお優しい。本当にここに影を入れてとか、ここにラメを入れてみたいなね。そう、しかもなんかパターンとパターン A とかパターン B でこうやってね、なんかこういうやり方があるんですよって2個も教えてくれる。便利、本当に。優しい。01番がなんか茶色系というかナチュラル系で、02が確かピンク系だった気がする。ね、はるちゃんが買った中で高めのコスメですか？あるね。なんかゆきちのパウダーとかね。はるちゃんは肌にはいいものを使ってるんですよ。なんか下地とか。そう、まあね、アイメイクは別に何でもいいんですよ。でも肌にはいいものを使えって、よくあのアイドルさんにな、あの習って、見習って、どなたでしたっけね。そう、下地が大事。なんか下地で決まりますね。でもそう、サッシーさんかな、なんか誰かの YouTube で誰かが言ってたんですよ。アイドルさんが、そう、ね、肌にはいいものを使えみたいな。そう、でもなんかデパコスっぽいなんかすごい下地を見つけて、なんか安あのティルティルのはるちゃん下地がめっちゃ好きになった、ね、そう、下地大事ですね。はるちゃんよく美容系の YouTuber 見すぎて、ね、美容系の YouTube 見すぎてあのどなたが言ってたかちょっと忘れちゃった。あ、 あかりんさんも見てますね。はるちゃんはあの下地とまつげに時間をかけてるね。確かにゆきりんさんも言いそうだな。ね、あ、本当ですか。ルアシも言ってた、時代は下地って。本当美容系 YouTuber っぽかった。ね、あ、まつげの美容液ね、そう使ってる。てるてる全然使ったことない。なんかクッションファンではなんかはるちゃん乾燥して。ちょっと苦手だったんだけど、ティルティルのこの下地がめっちゃ好き。これ
なんかもうここがハゲてきちゃってる、ここなんか汚れてないんだよ全然、汚れじゃないこれ、ハゲちゃってる、なんでハゲちゃったのかなここ下ね、ぶつけたのかしらね、ね、びっくり、キャンメイク以外。今夜のヒットショーは黒目動かないでが、ね、黒目動かないで欲しかった。でもはるちゃんも涙袋はちょっとまだ研究中、ね、ぶつけたのかしら、ちょっと待って、それじゃない、全然違うけど、まあなんかごめん、このタンブラー本当にさ氷溶けんの遅い、これリカさんとコラボしてたんですよ、氷溶けるのが遅いね、氷の音いいよね、めっちゃね、あポッキーの涙袋ね、いいよね、わいこんばんは、ママちゃんいるのかと思った、ママちゃんいないんだよ、うん、まおちゃんいないの、確かにまおちゃんの、まおちゃん思い出すわ、氷の音ね、なんか寂しくなってくるぜ、今一人なんだよはるちゃん、単なるネタでコメントしたんで大丈夫ですってなるほど、そういう作りなのこれ、このコップ、あ、そうなの？めっちゃ可愛くない？これ、ね、でもね、ここうっすら色変わったっていうか、これもちょっと削れてきちゃった配信だとちょっと分かんないかもしれない、こんばんは、ウイスキーを注ぐですか、注ぐ、ね、最近みんなゲームやってる、なんか寂しくなってきた、全然ゲームやってくれなくて、はるちゃんはさ寂しいのよ、見てよこれ、8人増やしたんだからかわいこ発見ありがとう、ね、言葉選びやがったって、ね、よくバレてめっちゃバレてた乗組員ね、今めっちゃ増やしたんだからちょっとマッチングしてよ、可愛くて美人で最高ありがとう、あそうはるちゃん連合入っちゃった、なんかね連合どんな感じかなって思って入った、意外と楽しくて抜けれなくなっちゃって、なんか進みが早いね、はるちゃんの連合ねまだねめっちゃゲームやっててありがたいことに結構強くなってきてるよ、みんなということで誰か組みましょう、はいチーム作成、組んであげるか、なんか私がうさびとありがとう、やっほーみんな
はっちゃんね、あ、19レベルおめでとう。はっちゃんさ、レベルね26になったんだ。みんなあ、ゲーム配信じゃなくてもいいんだけど、別に見て、26になったの、見てよこれ、ね、何これ、これさ、ここが足りないの、本当にここが足りない。いや、ついさっきじゃないんだよ全然ね。そう、何これ、先行が、いや、し、あ、え、してないしてないしてないね、ゲーム終わってから課金してない、全然、あのイベント終わってから課金してないよ。これさ、先行がさ 10K 必要なのに110、あ、1113しかないの、何これ、え、無理やんこれ、え、もう無理やん、え、これもう無理だよ、はちゃん何にもできない。ね、27く、気が遠くなっちゃう、壁が大きい。あ、長時間配信ね、たまにするよ結構ね。でももうすぐ終わりかな、26チャイです、おめえありがとう。先行足りなくなっちゃう、なにこれ、そっちも足りないね、27が気が遠くなるね。これ3日やってるの、これ 27、 じゃあはるちゃんももう無理だと思うんだけど、もう終わりなのかな。なんか28にならないとさ、乗組員がさ、あの一括でできるように、あの28になったら一括でできるようになるじゃん、燃やさないからじゃんって燃やしたら燃やしたらいいのかな、これね。大変、ね、みんなゲーム頑張ってるみたいね。うん、確かに20日でね、奈良さん誕生日ですよね、3月。乗組員ね、今大変なことになってる、見てこれ、あ、反射して全然、あ、見えた、これこれ強化ってなって、これ 138M 必要なんだけどね、無料で育てられなくなるし、上級の上があった、え、何これ、はるちゃん今日できたんだけど、これもう気が遠い、やだー、もう。そうですね、マレーシアに姉妹グループができたんです、そう、これから8月ぐらいだっけ、オーディションがありの資源足りないよ全然、悲しいことに。かわいこ発見ありがとうね、やっほーみんな、明日は月曜日だみんな、お待ちかねの、
みんなお待ちかねの月曜日。ね、頑張ろう一緒に。待ってない。悲しかった。はるちゃんは月曜日待ってない人です。ね。待ってなかったみんな。待ってない人？ね、明日ある人かよって。お仕事の人かな。明日お休みなの？ねえ、なんで？なんで？なんで休みなの月曜日？あれ？あれ？ね、一緒って言われると余裕ですか？ありがとう。3月もあと2週間なの。え？早っ。あれ？あれれ？明日耐えれば楽しい休日なの。あ、土日仕事してた方？あ、なるほど、だから、なるほどね、じゃあ偉い人だね。じゃあ明日休みでもね、大丈夫な方。ちゅんと一緒に頑張りますって、ありがとう。2日行くと祝日なの？え？そうなの？祝日？なんだそれは。20日？ほんとだ、春分の日なんてあるんだ。んね、知らなかった。あ、26レベルおめでとう。え、先行だ、どうですか、あのやばいことになってるね。 10K まで上げないといけないんだけど、数字はどんな感じ？ね、はるちゃん1193なんですけどね、やばい、あげないといけないね。体調お大事にね。コロナ休み終わりですって。そうなの？思い込み激しい子じゃないよ全然。祝日も関係ない人。あ、一緒、ハルチュもです。先行27ですか？あれ？もう気がもうあげるの頑張らなきゃじゃん。やばい、これ何日かかるんだろう。法律で雪は5日必ず消化することでされたので、19日休んで20とね。待って、咳が出る。いや、むせた人みたいになったね。20と連休にするの。え、いいね、連休。日の出、ね、早く日の入りが遅くなってた。朝は散歩行かないよ全然。そうなの、春分の日なの。明日はエッサの後かも。うん、髪も乾いた、めっちゃ乾いた、ね、雪の日があるの？ん？何それ。27も先行足りない病になりますって。え、待って、え、もう27の方なんですか？え、レベル高くない？え、今何レベルですかそれ。24くらいまでは生産が足りない病だったのに急に逆転しましたねってね。むずい、このゲームむずいね。しかもなんか26レベルに上がった時さ、人じゃないんだよね、もらえるの。なんか空き缶みたいな、新年の乾杯みたいな。
え、人欲しかった。わがまめっちゃわがまま言う。ね、なんか秋感じゃないか、新年の乾杯みたいな。そう。月に立ってほしい。いいね。わいは物資が尽きたのであと3日くらい26。あ、そうなの。やばいね、私1週間ぐらいかかりそう、ね、確かに休むのはいいけどその分仕事もたまるのよって。確かに。あ、1時間以上経ってる、もうやばい、配信やめる。明日も頑張ろうみんなで。髪濡らしたまま配信してた。そう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 、ね、自然乾燥になっちゃった。20、21、雪マークついてんのね。なんでなんで、え、3月だよもう。やだ、雪、雪やだ、寒くなる、めっちゃやだやだやだ。明日から寒くなるの、やだよ。みんなレベル高くて頭が上がらんて。そんなことない。萌え袖スクショ。ギャルすぎんね。めっちゃ孫やん、ね、ムザビートありがとう。そろっと離脱するちゅんよって。あ、全然大丈夫よ、私も離脱するよ。もうみんなは残るのこれ、みんなこれ私やめるけどみんな残るここに。今来たところね。いや絶対嘘、最初からいた。3月の新潟は気まぐれだね。確かに。ガオー。最後の皮チかった、ありがとう。ね、寒暖差激しすぎて服困るよね。だよね、そうだよね。ね、残ってていいよ全然。どういうことって、え、はるちゃんは配信閉じちゃうけど、みんなはなんか最後一人残るじゃん、なんかポツンって壇上なんか一人になるじゃん、1位のところにポツンって、それをずっと見てるんでしょ。ミュージックビデオ、ね、ミュージックビデオ流して、かわいい、ありがとう。なんだよね、こんばんは。え、これね、これこれね、実はアルビグッズなんです。これこれなんかファンの方からいただけて、なんかそうね、そう着てるんです。意識高すぎ。あるちゅ、自分で買ったグッズもいっぱいあってですね、そうグッズ紹介したらいっぱいあるかも。うん、ね、そうですね、来シーズン頑張ろうな、一緒に応援行こうな、本当に、ね、でも来シーズンさ、あ、パーカーなんですこれ、そうよく自主練で着させていただいてる。そうね、来シーズンさあれなんですよね、あれだよね、なんか降格なしなんだよ。え、昇格、来シーズンだよね。なんでだろう、なんかチーム増えるらしい、 B1B2 ね、降格なしか、いいなって。え、違う違う違う、そうじゃない、
今回は降格しちゃうんだけど、そう次のシーズン、そうなんですよ、昇格は2チーム昇格ありなんだけど降格はないの。そうなんですよ、なんでなんかチーム増えるのかな、数ね、今年からそれにしてよってね思うよね思った。そうね、だからね、だから一緒に応援しようね。ね、今度紹介配信したいね、なんかいっぱいある、前回のやつとかも。確かに26年から変わりそうだよね、またね。じゃあちょっとランキング読むね。はるちゃんなんかメール書かないといけない時間になっちゃった。よし、明日も配信するんでまた来てねランキングいきます。13位からいきます。13位のむさんのまちゅん、ありがとうございます。12位みなみかわぼんのまちゅんちゅんちゅん、ありがとうございます。11位よちくんちゅん、ありがとうございます。10位フォワードかずちゅん、ありがとうございます。9位りえちゃんずちゅん、ありがとうございます。8位さかしゅうちゅん、ありがとうございます。7位けんじちゅん、ありがとうございます。6位ビッグラブコちゅん、ありがとうございます。5位さりょうちゅん、ありがとうございます。4位ビールバラチュン、ありがとうございます。3位うずめチュン、ありがとうございます。2位トムチュン、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルルン、よしチュンです。ありがとうございます。ね、なんかえすごえ約2時間配信なのにずっといてくれた方ありがとうございます。えよく2時間も私の配信行ったねありがとう、来てくれてみんなね。明日も頑張ろうね。いや2時間余裕だったありがとう、おつおつみんなありがとう、来てくれて。おやすみ、いい夢見てね。ありがとうね、来てくれて。明日から頑張ろうね。今日も可愛かった、ありがとう、ありがとう。おやすみ、ありがとう、またね。おやすみなさい、いい夢見てね。バイバイ、またね。